何食べようと思ったけど、やっぱりなんか焼肉とか食べたくなっちゃって、あと沖縄の牛肉っていうのもなんかあるみたいだよね、牛が。で食べたらすごい美味しかったです。このカロリーどのぐらいだろうと思って心配にはなったけど、めちゃめちゃ美味しかったです。근처에맛있는데없나해서찾았는데여기가평가가되있더라고요多分韓国客にそんなに知られてないお店なんですけど、すごく美味しいし雰囲気も落ち着いてるからとてもいい気持ちです。沖縄、日本人なら一度は行きたいっていうところだと思いますね。韓国人の私からすると毎年行きたいところで、なかなか実現しにくいっていうか、コロナもそうだったし、韓国行ったり他のところ行ったりすると来なくなるけど、一度来るとめっちゃ楽しいですよね。娘のぴょぴょぎが生まれてから来たことはあるけど、もう2年前ですね。で2年ぶりに行ってきました。沖縄ね、行く前からすごい天気が心配だったんですよ。でも雨降らなかったからね、ずっと不思議に雨がねずっと降ってるのに、動いたら雨が降らないんですよ。もう神様に守られてる感じ、ウミンチュウに守られてる感じ。ウミンチュウは人間かでベブギ水族館すごい好きなんですよ。いつも寝るときにチンアナゴを持って寝てるし、何歳までそうやって持って寝るか分かんないけど、もう一緒に寝るのがすごい可愛いんだよね。いつも水族館来たら満足してます。いや、もう小さい山だから、まあ、気軽には来てるけど、雰囲気はもう全然違いますね。関東の山とは全然違う。この雰囲気とこの湿気と気持ち、あとこう水があるところには必ず蛇が住んでるので気をつけた方がいいね。こういうのって東京にないもん普通。やめてよ。今に住めんの머리나올거야。あんなは。なわ。ぴょぴょぎと一緒に山に登って、特に心配なところが初めての挑戦で、本当に体力が持つかどうかだったんですけど、最後まで無事に怪我せず降りてくることができました。ところどころ水が流れていて、おじいさんが抱っこして通るような場所もあって、1ステップが40センチ以上のところもあって、簡単じゃない道だったんですけど、降りてきたから私はできたぞっていう達成感があって、本当に良かったと思います。わあ、あや、あや、あや、はい、トップを밟아야돼ペプよ。だれさ、힘들지。今日は記念日だよ。ペプが生まれて初めての山、沖縄で一番高いところに来たよ。ペプよ、ガダラボよ。ペプよ、いらっしゃい。와장관님수고했어저거봐장난아니다야本当に大変でしたけど、怪我せずに登ることができて何よりです。どうやって帰る久しぶりの山良かったでしょ、うん、山どうだった。家族で一緒に登ったっていうのがすごい意味があって、それが沖縄っていうのもすごい特別ですね、うん、確かに。今日結局海にも行けたし、山にも行ったし、プールにも入れたから、すごい充実な体力がすごいよね。一日です。パパがつけ揚げ豆腐、どうやってこういう料理を作ろうとしたんだろうね。すごい美味しいよこれ、ね、豆腐自体が違う気がする。うまい、やっぱり最高ありがとうございます。あ、ここにいるんだね。ほんでうめ、これ絶対こうやってこぼすから、こうこう、うん、いいねこれ。ありがとうございます冷麺みたい全然酸っぱくなく、逆に香ばしい。ごまがすごいいい役、全然コリコリしてない、柔らかい。
아유 아유 마사시크 스팸을 아겠다 간지です 소소시타 아지데와 알게도 すごい 와일드데요 나지미노 아르 食べ物 나노니 와일드 みたいな 지분노 오사나 나지미가 하도젤데 키마타 카미노케니 시타 간지 치마라쿄노 템푸라자나이 야츠 아이 これと 국토노 카라아게가 4つ ラフテ 1つ お願いします엄마가 제일 좋아하는 오키나와 명물 따가우스 먹어 가게 미쳤다니 너무 예뻐 これから 楽しい 시간です 맞다 ここで 토핑 이마 こんぐらいでいい? 이마마で 食べたやつの 中で 一番美味しい 私はちょっと 心配なんで 저거 河川ができてる でもこの汁美味しい 肉汁が 아우れてる 沖縄銀行も見えて琉球銀行も見えてそれだけでも私沖縄にいるになるから本当に楽しい写真もたくさん撮りましたあと居酒屋の道があったんですけどレトロなところおじいさん私も好きだからもう目を丸くして見て良さげのところを座って堪能しましたもずくは何で食べないですかもずくは香りを嗅いでみたんですけどとても海に近い匂いがしてましたあと個人的な考えですけど沖縄の店員さんみんなね美男美女が 多い顔の偏差値が高いところだと思いました私見た目で判断する人間じゃないですよあと今回初日国際通りからチャータンとか他名古とかどこ行ってもオリオン T シャツがすごく目立つんですよね私たちも前回購入して今も愛用してるんですけど本当にこの街に来たなって感じがして好きですオリオン T シャツとブルーシールいいお土産になるかもですね まずまろやかな甘みからいきます名前もいいよ山原クイナしかし甘みが強調されてる確かに甘いかも泡盛の中では甘いこれだがラクテル勝ち物が含みやすい ラフテとシマラクってこんなに美味しいのになんで東京では珍しいのかなと思った今回いただいた沖縄の食べ物すべて美味しくて、とても感謝してます沖縄料理も美味しいしレストラン料理も結構充実しているのでグルメ好きな方には特に楽しいところかなと思います朝から気持ちいいね。おらか気分が最後にこんな晩餐会ができてよかったなと思います。いただきます。